がっしり正義取り行おうばかんく、一点差で抵抗するも制服組負け。ひどい試合やったな、国母も山川も明もいらん。ひどい試合を見せられたな。国母がパワプロで明を査定したらオール A とかになりそう。7月入って受給点しか取ってない。明は怪我したふりをしてくれ。結果今宮がヒット打ったけど1点負けてる9回で今宮出せる必要あったか。代打中村って酔っ払ってんのか。近藤5番のせいで初回チャンスでも近藤に回らないし、最終回も近藤まで回らない。一番悪いのは5番近藤にこだわる国母や。1アウト3塁2回、1アウト満塁、これで取れてないのがあかん。今日の試合に負けられるの逆にすごいわ。どんだけ点取れないように全力出してんだよこのクソチーム。勝てないってホームランもほとんど出ないし、ひんだやもん。昨日といい今日もストレスやすっきりしない試合はあるな。 W イライラもするしね。国母は若手にしか文句言えねえんだろ。足引っ張ってんのは上位打線のやつらだろ。シングル縛りの4番先般免れててくさ。そんなに頑固な固定采配したいなら2軍でやってほしい。育てる場でもないのに中継ぎ抑えどうにかしないとどんどん縮まるぞ。野球だけが人生じゃないからな。なるようになるだけやりたいようにやるだけ以上。ご視聴ありがとうございました。